どうもすみません。アルゼンチン共和国杯、ミヤコーステークス終わりましたんで、結果分析をやります。まずは、アルゼンチン共和国杯からです。1着、スワーブ・リチャード、2着、ソウル・インパクト、3着、セダブ・リランテスでした。大外れでした。このレースは、アルバートが飛んだんですけれども、僕がですね、ちょっと失敗したなっていうふうに思ったのは、 マイネル・サージュ柴田第一騎手が花を切るっていうことをそれを想定してなかったんですよね。で柴田第一騎手は重症とか g 1で自分から花を切るっていうことそういったことっていうのはあんまり多くはなくて今回に関しても何が何でもっていう形で最初から行くって決めてた感じではなかったと思うんですよね。 まあそれで仕掛けた時に周りの馬たちがですね行く気を見せなかったんで自然と花に立つ形になって僕は柴田第一騎手が花切った時点でちょっとうわって思いましたね。僕は何度も何度も言ってるんで僕の動画をよく見てくださっている方は分かるとは思うんですが柴田第一騎手はですね逃げは本当にうまい騎手でして。 ペースメイクで後続に足を使わせるとかそうういったよよなことをしてくるんですよ、ね、で、さらにこれもよく言ってることなんですが逃げがうまい騎手が乗ってる場合ですねその場合っていうのは外を回った馬がなし崩しに足を使わされることが多いっていうことでできれば内らち沿いに近いところにいるかそれか前に壁を作りながら直線を向くっていうようなそういったような丁寧な回り方をしないと。 コーナーナから外を回っっってて仕掛けたたよよううううななな馬っていいいいのはロスが生じややすすそういったような展開になりやすいんですよねもちろん外を回っても力が1枚2枚上の馬だったりだとかあとは仕掛けのタイミングがはまれば一気に動くだとかそういったようなことをすればある程度は対応できるんですけれどもまあじわっと外を上がるようなそういったような乗り方をしちゃうとロスが生じやすいっていうことですね。 ですから競馬のレース展開というものを理解するにあたって一番重要なものの一つとして誰がが逃げててペースメイクををしいいるるるかううの見あんですよね今回の柴田第一騎手もそうですが武豊騎手柴田第一騎手は武豊騎手が逃げると勝負どころから後続に足を使わせて後続の馬たちの能力を100出させないようなそういったようなペースメイクをすることが多いんですよね。 まあ,あとはルメール騎手だとかダザイ騎手だとかあの辺なんかもレースによってはそういう乗り方をするんですけれどもそれでそういう逃げがうまい騎手が乗ってる場合っていうのはまあなるべく待てるかどうかっていうようなそういったことが重要になってきますしまあ仕掛けるにしても大胆に仕掛けてペースに飲まれないように気をつけなきゃいけないっていうところでまあ今回のアルバート・シュタルケ騎手なんかはコーナーから勢いをつけて回るような。 乗り方をしてましたんで、あの乗り方だと外を回って無駄足を使わされてるっていうことですね。まあ、金魚も背負ってるんで、なおさら響きますよね。で、デニムルビーの田辺騎手でさえ待てなくて。後方からぶん回しっていう形で回ってきましたね。あそこは待って直線勝負っていう形にしてれば、デニムルビーは三着争いできてたかもしれないんで、その辺なんですよねで。 良いい方のパターンを見るととうことに関してはサウジアラビアロイヤルカップダノンプレミアムが勝ったレースで2着に来たステルビオルメール騎手ですねまだ開幕して間もない東京コースですね、まあ、なかなか待てないことが多いそういったような馬場状態だったんですがルメール騎手ステルビオは後方で足をためにためて直線だけの競馬をしてそれで2着に持ってきたっていうのがあります。 なのであのルメール騎手の騎乗なんかは本当にもっと褒めたたえられなきゃいけないような騎乗だったりはするんですよね。もうちょっと細かくペースメイクについて突っ込んで話をしたいんですけれどもあまり数字だとか理屈を先行させるのはよくなくて競馬は総合芸術みたいなところがありますんで感覚も大事にしなきゃいけないんですが。 ただ数字に表れているものもありますんでなのでそういったところで説明してみたいと思います慶応杯2歳スクスタワー・オブ・ロンドンが圧勝したんですがその時に逃げたのが大勢プライドミルコ・デムーロ騎手もともとミルコ・デムーロ騎手はですねあんまり逃げるのがうまいタイプの騎手ではなくて、まあ、よくスローに落としすぎてラストンハロンの競馬にすることがあるんですよね、まあ、去年のスステイクス ブラックスピネルで逃げ切った時あの時なんかもスローに落としてラストサンハローの競馬にしてたんですがあれでブラックスピネルが勝てたのは前が止まらない馬場だったということとブラックスピネル自体が長く持続的に足を使える馬だったということもあってしぶといところもある馬だったということもあって逃げ切れたんですがまあ逃げとしてはそんなによくはない逃げではあったんですよね。なのでああいう逃逃げげを繰り返してててると逆にも 主導権を握れてないいよううなレースが出てくるっていうことですねでこの体戦プライドに関しては体戦プライド自体が出来が落ちててうまく逃げても勝ち負けまでは難しかったとは思うんですけれどもただそうですね逃げ有利のペースメイクにはできてなかったんでそこを見ていきたいんですが8 0 0メートルから1 0 0 0メートルのところですね。そこでヒトハロンの ととこころ秒のろから11秒2っってていうにに急にペースが上が上るんですよね基本的に竹豊騎手だとかあの辺の上手い騎手が乗った場合っていうのは1秒近く急にペースを上げるっていうことはほとんどないんですよね。というのは車で例えて話しますといきなりスピードを上げようとアクセルを一気に踏むと。 ブーンって音が鳴ってそれでまあおかしな感じになりますよねあんなふうに馬もですね急にギアを上げると無駄なエネルギーを使ってスタミナを消耗したりだとかあとはバランスを崩したりだとか走りのリズムを崩したりすることって多いんですよねなので基本的にはなるべく徐々にペースを上げていくっていうことが重要だったりしますですから武豊騎手の場合だと 勝負どころからペースを上げていくにしてもハロンでで秒以内の差しか出ないっていととうことがほとんどです。ファインモーションで勝ったエリザベス上杯あの時っていうのはファインモーションが抜けて強いということで勝負どころから一気に引き離すっていうああいったような戦法を取ることはあっても基本的には徐々にペースを上げていく中で高速に足を使わすっていうことが多いですね。 それで今回の、KO、杯ステイクス、テク大勢プライドミルコ・デ・ムーロ騎手が逃げてたわけですが2番手にいたのが浅草元気、竹豊樹です。基本的にその距離が短い 1400m とか 1200m こういった距離だと全体のペースがある程度ワンペース気味に流れますよねなのでそういった中で0.9秒も一気に上がるところ 800m から 1000m のところ12秒1から11秒に、 こんな急激なペースの上がり方っていうのは逃げ馬にとっては逆にマイナスに働くことの方が多いっていうことですね。なので道中12秒台にペースが落ちた時ですねその時 600m800m の12秒012秒1ここのところで武豊騎手は浅草元気2番手にいたんで,ミル,コでミルコちょっとペースを落としすぎだよっていう感覚の多分になってたと思いますね。ですから まあ勝負どころからつつくような形でペースを上げていって早めに動くっていう形を武豊騎手は取りましたよね、まあ、あれでもまああいった状況になったから苦しい中での乗り方だったと思いますし理想としてはもっとワンペース気味にミルコ・デブロ騎手に引っ張ってもらいたかったっていうところが武豊騎手の本音なんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね。 それと比較して上のアルゼンチン共和国杯マイネル・サージュ柴田大地騎手の逃げほとんど大きなラップの変動はないですね平均ペースでスムーズに逃げてたっていうことですねそれで勝負どころからもしっかりとギアを上げてて、まあ、数字にはそんなには表れてないんですが11秒811秒811秒9、まあ、これでも道中のペースがある程度流れてましたし後続の馬たちは仕掛けて 外からっっててていいいこうううとししも難しいそたたよよななペースメイクになってたんですよねレース前に今週の東京の馬場状態は直線は速い上がりが出やすいけれども馬場が荒れてるところもあってそれで長めの距離だとペースが上がりにくいスローになりやすいっていうふうに言ってたんですが、まあ、そういった馬場の中で平均ペース馬場を考えるともしかしたら。 平均ペースよりもちょっと早めのちょっと早めの平均ペースぐらいかなっていうようなそういったようなペースメイクをしてそれで結果的に高度計を生んだのかなっていうところがありますねまあそれで早めのペースだと先行馬が不利っていうふうに思いがちなんですけれども柴田大地騎は勝負どころからもしっかりとギアを上げていってますんでその分先行馬ペースになってたと思いますねそれで まあ2着3着の馬たちも真ん中よりも前の位置で前に壁を作りながら回ってきてっていう丁寧に回ってきてっていう馬たちが2着3着に来たかなっていう感じですね。スワーブリチャードが家にいてて進路が空きやすかったったいうのは勝負どころからマイネル・サージュ柴田第一騎手が積極的に仕掛けていったからこそ周りの馬たちの手応えが悪くなったりしてたところもありましたんでそれでばらけたっていうところもありましたんで。 まあそういった意味でも、スワーブ・リチャードは、うちの進路を選んだっていうのは、いい方向に向いたかなっていう感じですね。まあ、そこまで深く考えて、ミルコ・デムロ騎手は乗るようなことはないと思いますんで、なので、ミルコ・デムロ騎手からすると偶然ではあったとは思うんですが、まあ、ただ、そうですね、結果的にはいい方向に向いたっていうところですね。それでは、うちから一頭ずついきます。 セダブリランテスはまあそういうふうに、まあ、逃げ馬がうまくペースメイクをしてましたんでそれで前に壁を作りながら回ってこれてロスなく立ち回れた部分は大きかったかなっていう感じですね。まあ、それでも直線特別伸びたわけでもないですし、まあ、それなりの競馬をしたかなっていう程度で、まあ、チャンスがあるようなそういったような雰囲気はなかったですね。 まあ基本的には東京コースはあんまり合わないと思いますし距離的にも1008から2000ぐらいがベストなんじゃないかなっていうようなそういったような印象はありますねスピードと器用さセンスを生かしてそれでたた、まあ、き合いでも結構しぶといところはある馬だと思いますんでもうちょっとスピード能力を生かすようなコース競馬の方が合うかなっていう感じですねでも仕上がりもよくよく走ったかなっていう感じがしますんで G1 だと マイルのマイルチャンピオンシップとかあとは 2000m の天皇賞秋はパンパンの量だとある程度ペースが流れやすい傾向にありますんでそういうレースだとフィットする可能性もなきにしもあらずかなっていう感じの馬ですねマイネルサージュマイネルサージュは、まあ、さっきから言ってるように柴田第一騎士はうまく逃げたんですがただこの馬自体はですねスピードはあるんですけれども 基本的には逃げると足が溜まりにくいタイプではあると思いますねできれば前に壁を作りながら回ってきてそれで器用さを生かして一瞬のキレを生かすっていうようなそういった立ち回りがベストなんじゃないかなっていうイメージですねですからあんまり東京コースは合うとは言えないタイプだと思いますね小回りの方がいいと思いますでちょっと馬の作り方がですね一番いい頃はですねもっと 溜めがが効くような歩き方ができ方ででてたんですよ、ね、まあ先行馬スピードが必要なタイプの客室なんでそれで結構速い時計で走らせたりだとか追ったりだとかなんかそういうような調教が増えてきてるとは思うんですがもっとため込むような差し馬にするぐらいの気持ちで調教をしてための効くような歩き方ができないと走り方ができないとこの馬の好調時の走りはできないんじゃないかなっていうふうに思いますね。 なんか走りが抜けちゃうようなそういったような馬体歩き方になってますんでっていうとこですね、まあ、素質はあるんで G2G3 でコースだとか条件あとは機種がうまく立ち回れれば重症に手,手が届く可能性のある素質のある馬ですね。デニムドルビーデニムドルビーは、まあ、一番いい頃と比べるとさすがに柔軟性だとか躍動感は落ちたんですが。 ですが今のデニムルビーとしてはかなり出来は上昇してきたかなっていう感じですね。なので今回もし後方で待ちに待って直線だけの競馬ですねそういう競馬をしてれば3着争いぐらいはしてた可能性がありますしまあ2着争いできてた可能性まであったかなっていうところなんでもったいない形で早仕掛けだったかなっていう感じはありますね。 もともと器用なタイプではないんでああいうふうに極端な競馬をした方がいい中段ぐらいに控えるんだったら同時はうちら地沿いにこだわるだとかそういった乗り方がベストかなっていう感じですね。まあ、よく言えばもうちょっと友と,と胴体の比較でちょっと友が強く見えすぎているところがありますん、ね、でその辺体全体のバランスが良くなればもっと良くなるかなっていう感じですね。 スワブリチャード・スワブリチャードは、まあ、マイネル・サージュ柴田第一騎手が逃げてくれたということで打ちつきが決まりやすい展開になったっていうのもあるんですが、まあ、これだけの高度計で手応えよく抜け出せる能力がないとできない芸当ですんで、まあ、やっぱり能力はあるなっていう感じで、まあ、ミルコ・テムーロ騎手が何回も状況に乗ってコンタクトを取っててある程度信頼を得てたということで馬も嫌がる素振りを見せなかったですね。 でこれをレースでうまくやれたということは次へ向けて確実にステップアップできるそういったような内容だったと思いますダービーの時のスワブ・リチャードなんか見てたら、まあ、横に嫌がったりだとか反抗したりだとか大きなロスが生じてましたけれども、まあ、今のスワブ・リチャードはミルコ・デムロ騎手とコンタクトが取れてある程度ジン馬ともに信頼関係を築けているかなっていうところはありますね。 あともう一つ気になるんで付け加えておきたいのはスワブ・リチャードは左回り専門みたいな感じで言う人やたらと多いんですよね。陣営の方もそんなこと言うことあるんですが別に右回りがダメっていうことはないんで皐月賞の時だってコーナリングで手応えよく回ってきててそれで仕掛けた時に反応しなかっただけですよね。あれは騎手との相性っていうものもあって機種が動かせなかったっていうところが大きいんであって。 なので最後直線でもある程度伸びてましたよね。手前を変えないっていうことなんですが、まあ、手前を変えなくても強い馬は走るんでなので 2,000m ぐらいだったらあの時期の皐月賞ソワブリ・リチャードの能力だったらもしミルコ・デイムル騎手を乗ってたら多分勝ち負けはしてたと思いますね。でさすがに 2,500m とかだったらなかなか持たないことはあるとは思うんですが。 まあ今のスワーブリチャードなら以前とは違ってある程度は手前変えられるとは思いますしまあ右回りが特に悪いということはないんじゃないかなっていう感じですね投進モンステラ投進モンステラはこの間なりに足をためて最後までしっかりと伸びていい競馬ができたなっていう感じですね瞬発力においても能力においても一枚劣るかなっていう中なんでもっとどハマりでもしないとっていう感じですねプレストウィック ブレストウィックは趣味の騎士がレース後にもっと素直な馬だっていう風に聞いてたっていうようなそういったようなコメントをしてまして、まあ、確かに素直かもしれないんですけれどももともと不器用でズブいところがありますんでなので足を溜めて馬群の中とか今回は打ちをついたんですけれどもああいう狭いところに直線向いて入れるようなそういったようなタイプの馬ではないんですよね。なののでその辺 陣営と騎士との意思の疎通というかその辺が足りなかったかなっていう感じですねもしかしたら陣営がこの馬のそういったずぶいところだとか不器用なところだとかそういったところをちゃんと把握してなかった可能性もありますし、まあ、とにかく今回の乗り方ではこの馬の良さは出ないですね、まあ、スタートが良くなくて後方からになってそれであの形になるとどっか向こう上面で一気に動いて外から勢いつけて 早め先頭ぐらいいいいななななな競馬をししととなかかか勝ち負けまででは難しいタイプかなっていうところですね。ソウルインパクトソウルインパクトには福永騎手は何度か乗ったことがありますしこの馬のいいところ悪いところを把握してますんでそれであまりにも後ろから行っても切れる足がないんで届かないということである程度ポジションを取りに行ったかなっていう感じですねそれで結果的に前に壁を作りながらスムーズに直線でも外に出せた。 本当に完璧に立ち回っての2着かなっていう感じですね。もともと馬体的にも素質のある馬ですし、まあ、これだけレース展開にフィットした乗り方ができれば、ある程度いいところは出るかなっていう感じですね。ペースがある程度流れてくれたことも良かったですね。あんまりスローの切れ味勝負となると部が悪いタイプなんで、まあ、器用に立ち回っても、 4コーナーから直線にかけて広いところに出すっていうそういったようなことも必要でそれも福永輝が考えてやってたかなっていう感じですね。カレンミロティックカレンミロティックはひとたたきですっきりはしたんですがただ踏み込みが流れるというか走ってても力が抜けちゃってるようなそういったような感じなんですよね。なななのでもっっとためがくようなそういったようううそいた 馬体歩き方双方になるように作っていった方がいいと思いますね道中はついていけても、まあ、要するに後半の足がないそういったような感じがパドックかららも見られましたですから、まあ、調教方法からいろいろと考えてもっとためが利くような追い込み馬にするぐらいな差し追い込み馬にするぐらいな気持ちで調教していてそれで競馬に行って 先行したりだとかそういうのは問題ないんでとにかく溜めが効くような走り方ができるようにした方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますねまあ、池沿い機種で動くかどうかはわからないんですがトップジョッキーが乗ればこのまま差し追い込みもできると思いますんでなのでまあ、とにかくまずは溜めの効くような走りにしていった方がいいかなっていう感じですね四方四方はまあ、やっぱり条件性である程度走ってたように この馬なりにある程度前に壁を作りながら回ってきて素足を生かしてこの馬なりの競馬はしたかなっていう感じですね、まあ、馬体がゆったりとしてるんでなのでもうちょっと良くなる可能性もありますし、まあ、重傷でいい競馬をしたなっていうふうにポジティブに考えて今後 G3 だとかその辺オープンでもやれる馬だと思いますんでなので、まあ、徐々に力をつけていった方がいいかなっていう感じですね。 ま、そこまで切れる足はないんで、なるべくならそうですね。睾丸しぶとや足を活かせればっていうタイプだと思いますね。サラトガスピリットサラトガスピリットはまあ、外から早めに上がるような形で。まあ最初から言っているように、外を回ったらなし崩しに足を使わされやすい。そういったような展開でしたんで。なので、まああいう乗り方では力が劣る。このまでは厳しいですよね。なのでまあ。 もうちょっと工夫をすればましな競馬ができたかなっていうようなそういったような感じですね。まあ、ちょっとメンバーも強かったんでオープン特別とかその辺でいいところが出ればっていう感じですね。アルバートアルバートについても最初に言ったように柴田第一騎手マイネル・サージが作ってたペースに飲まれたっていうことが大きいですね。4コーナーのところで早め外に出して勢いをつけて回ろうとしたあれが結構大きなロスになったと思います。 特に金量を背負ってたんである程度丁寧に乗らないとっていうところはあってもう2テンポ待てばあのポジションからでもある程度は3着ぐらいには来たかな 2, 2着争いができればっていうようなそういったような競馬になってたと思いますねでまあ中途半端なことするぐらいだったら最後方からデニムルビーがいたようなポジションから直線を向いて落ち着いて外に出して直線だけの競馬をするだとかそっちの方がまだ。 いい足を使えたと思いますし。しまあ、金利を背負ってとにかくロスの大きい競馬をしたっていうのが大きいですね。で、あとは。馬体面もちょっと1回使って力強さを多少変えたというか、馬体も減ってたように。まあんまり良くはなかったですね。まあ、走れない出来ではなかったんですが、休み明けの前走の方が出来は良かったです。なので、そういった面でも。まあちょっとひとたきして。 まだ本番でもないのに馬を作りすぎたかなっていう感じはありますね。もっとゆったりと作ってもよかったんじゃないかなっていう感じです。ここを取りに来てるかのような作り方でそれで逆に力強さを変えたのかなっていうようなそういったようなところもありますね。まあでも走れない出来ではなかったんである程度丁寧に立ち回ってればっていう感じの競馬でしたね。トルク,マクト トルークマックとは、まあ、余裕もありましたけれども以前のようなメリハリの効いた歩き方ができなくて、まあ、ちょっといい瞬発力を繰り出せなくはなってるかなっていう感じですねちょっとロスが大きい競馬でしたし相手も強かったかなっていう感じですハッピーモーメントハッピーモーメントはまあ調教も良かったんですがやっぱり仕上がりいいですねこのメンバーでもやれる能力はあるんですがただ 引っっっかかかかて抑えが効かなかったですし、全然溜めが効かなかなったですね。まあ津村騎手は基本的には当たりが柔らかくて行く気を見せるような馬は得意な部類なんですが、まあ、このハッピーモーメントの場合には道中は進んでても勝負どころからずぶかったり不器用だったりするところがあるんでなのでもっと追える騎手ですね抑え道中折り合いつけ 売られてさらに追えるような機種を乗せななななないいいととかかか安定しては走らないかなっていうところですで戦法に関しても、まあ、早めに自分から動いていくぐらいなそれぐらいじゃないとこういうふうに競馬にまともに飲まれちゃうといいところが出ないですねそ,それだけ不器用なところがありますんで乗り方も考えていかないとっていう感じで、まあ、川田騎手なんかが早めに動くような競馬でいい競馬してましたよねああいう形が理想だと思いますね。で津村騎手は OL タイプではないのでなのでまあ、新潟で勝ちましたけれども基本的には手は合わない方だと思いますねレコンダイトレコンダイトは仕上がりは良かったですねで東京コースも得意としてますしもっと貯めてくれればっていう感じですねまともに外を回ってしまってまあ、あの辺なんか北村雄一騎士は上手い騎士ではあるんですけれども東京でのキャリアが浅いんでなので ちょっとオーソドックスに外を回りすぎたかなっていう感じの競馬ですね。武豊騎手が乗ってる時なんかは馬群の中、うちの方で足を溜めてっていう、そういうような丁寧な乗り方をしてましたんで、なので、まあ、このメンバーで、しかもこういうレース展開で、柴田大地騎手が後続に足を使わす展開で外を回ったっていうのがきつかったですね。全然足がたまらずっていうような競馬でした。必ターゲット。 5つターゲットも、まあ、後方で、まあ、ある程度前に壁は作ってたんでこの馬なりにそこそこ足はたまったと思うんですが、まあ、コントロールがうまく効かないような感じでしたねやっぱり小牧騎手の方が動かせる機種ですんでその辺ですね操縦しきれなかったところもあったかなっていう感じですでさすがに一番いい頃の方の時のような柔らかさ躍動感はないので ちょっとこれだけ時計が速くなると苦しいところはあるかなっていう感じなんですがまあでもそれなりに最後まで走ってましたんでよく走った方じゃないかなっていうふうに思いますね。まあ今の感じだと一つターゲットは力のいるババアですね。まあ海外の例えばシンガポールとかドイツとかヨーロッパの方のババアそっちの方だったらまだ結構やれるんじゃないかなっていうぐらいそれぐらいの雰囲気はありますね。 スピード系はちょっと苦しくなってきたかなっていう感じなんですがカムフィーカムフィーもちょっと年齢的にメリハリの効いた足が使えなくなったかなっていう感じで相手も強かったかなっていうところですね続きましてはミヤコステークスです1着テイエム迅速2着ルールソバール3着キングズガードでしたテイエム迅速はパドックで馬体見て本当に迫力があって仕上がりも良くて まあ馬だけ見たら低無人速が抜けててるなっていう感じはありましたねただやっぱり先行馬ということで、まあ、レース前にどうしてもそのレース展開的に苦しくなった時にどうかだとか、まあ、能力はあってもためながら丁寧に回り過ぎた時に瞬発力で劣らないかだとかそういったことをいろいろと考えてしまいがちになってしまうのが先行馬っていうことなんですよね。まあ、それれでで本命を打ち切れなかっったたところはあったんですが といいうのはやっぱり追い込み馬ですね差し追い込み馬だとレース展開によって足をためるもしくは一気にまくっていくだとかそういったようなことをしやすいので、まあ、どうしても差し追い込み馬の方が先方融通が利くかなっていうような感じで信頼性は高まってしまうんですけれども、まあ、自分の競馬をした時っていうのは先行馬の強い馬の方が競馬を支配できるということでやっぱり強いですよね。 まあ、竹豊騎手なんかも一番強い馬とはっていうふうに聞かれた時にどういう馬かって聞かれた時に逃げ強い逃げ馬っていうふうに言ってるようにやっぱり逃げ馬先行馬っていうのは自分で競馬を作れる分その分後続の馬たちに100能力を出させないようにできたりだとか競馬を支配できるっていう強みがありますよね。で実際に今回能力的にも低右迅速が1枚,1枚抜けてる感じでそれで。 騎手が勝負どころからスッと生かして強気の競馬で押し切ったでも雑な感じでもなくて、まあ、強気の中でも丁寧に乗って、まあ、この馬の能力を出し切ってジン馬ともに素晴らしい競馬をして圧勝っていう本当に気持ちのいい競馬を見させてもらったなっていう感じですね。まあ、ただ、やっぱりその今度は中京の 1800mG1 とということになると まあ今回のような競馬ができるとイメージできるかどうかですね、まあ、そこで本命にするかどうかっていうのが決まってくるっていうことですね、まあ、他に強い馬たちも出てきますんでただ基本的に中教のダートっていうのは条件戦含めて考えると先行馬有利なコースではありますんで、まあ、サウンドトゥルーが勝った時みたいに追い込み競馬になることももちろん展開によってはあるんですけれども、まあ、基本的には先行馬有利っていう コースを生かせればこの馬もチャンスはあるかなっていう感じですね。まあ、G1 だとあんまりその先行馬有利っていうようなことを気にしない方がいい時もありますんで、まあ、その辺に関してはやっぱりどっちかに振り切って考えなきゃいけないっていうふうになっていくんでしょうがっていうところですね。そして2着のルールソバールルールソバールについては人気がなくて単勝50倍以上ついててそれで2着も来たんですが。 この馬に関してはレース前に言ってたようにとにかく条件戦の時からいい馬でサウンドトゥルーの前提ということで決闘的にもよくて馬体もよくてもともと能力があったっていうことですねただ気象的に勝負どころでもたついたりだとかそういったようなところがあったり、まあ、あとは競馬に行って騎手たちが能力を出し切ってあげれないっていうことが多くてなのでこの馬なんかも見てもわかるとは思うんですが 今回急に強くななったわけでではないんですよね半年1年前からもともといいところがあってそういった中で重症でやれるぐらいの素質能力があるのになかなか騎手たちは能力を出してあげれなかったそういう馬が1,000万下だとかもっと言えば500万下だとかそういうところにもい,いる時がありますし。 まあ競馬っていうのはそうですね誰が乗るかっていうことあとは運ですねレースに行ってのレース展開とこの馬の能力を出し切れるかっていうところのフィットするかどうかっていうところも競馬の中ではあるっていうことで条件馬にも素質のある馬能力のある馬が埋もれてるっていうのは競馬なんですよねそれではうちの方から一投ずついきますモルトベーネモルトベーネはやっぱり 調子を落としてますねまあ、気持ちも入ってないんでしょうけれどもうまく体を使えてないというかメリハリの効いた歩き方ができてなくてなんか馬体全体歩き方自体がのべーっとした感じでまあ、これでは最後瞬発力を発揮できないなっていう感じですねまあ、今回はある程度気温に立ち回ってそれで秋山騎手が丁寧に乗ってなんとかっていう感じで まあチャンスがあるようなそういったような競馬でもなかったかなっていう感じですねまあもっとロスなく立ち回ってればっていうふうに思う人もいるかもしれないんですがこの馬体では、まあ、このメンバーで勝ち負けできるということはまずないかなっていう感じで、まあ、パドックで馬体見た時点でこのモルトベーネではダメだなっていうような感じがありましたなので復調すればっていう感じですねサルサリオーネ ササルディオーネはこの間なりに仕上がりは良かったと思うんですがやっぱり、まあ、スピード的にも押っ、まあ、つけながら離してでも逃げようっていう意識はあったとは思うんですが、まあ、そういった中で、まあ、他にも速い馬たちがいてテーム迅速も早めに来ましたんで、まあ、ちょっと相手が強すぎたなっていう感じですね、まあ、だいぶクラスが下の馬ではあるかなっていうところでレパードステークスは相当レベルが低かったんでそういった中で マイペースで競馬ができたっていうところもありましたんで、まあ、500万クラス1000万クラスだと厳しいかもしれないなっていう感じで500万クラスぐらいでやれたらなっていう感じだと思いますね。高野ベリテ高野ベリテは？差し馬ということ。差し追い込み馬ということで、まあ、後方で足を溜めてまあ、手応え良かったんでスムーズに行けば。 掲示板争いぐらいはしてたかなっていうようなそういったような手応えだったんですが4コーナー前後4コーナーの手前のところから外に出す過程でごちゃごちゃしたところに行ってしまってそれでロススがが大きかったですねあそこもうちスムーズに進路が取れてればっていば感じの競馬でした、まあ、馬体を見てやっぱりそのここでは上位とまではいかないんですけれどもただ差し追い込み馬っていうのは他の馬たちが自滅した時にはまる可能性がある客室ということで。 そういった意味でも展開的にある程度向いてたんで惜しかったなっていうところはありますね、まあ、け馬券圏内に来ることは難しかったかもしれないんですけれども4着争いぐらいはできてたかなっていうところですねトップディーボトップディーボは取り消しでしたねアスカノロマンアスカノロマンはですね仕上がりは意外と良かったですねその馬体の形だとか 歩き方だとかそういったところはそんなには悪くないんですがただ覇気がないですし前に進んでいく感じがないというかそういう雰囲気も馬体全体には出ていてまあ、そういった意味でのいい頃のアスカのロマンはないっていうことですねまあ、気象的にもう気持ちが切れてるところもあるでしょうし まあ馬群の中で足を溜めてそれでゼロから足を使わすようなそういったような競馬自体も合わないですしまあそうですねまあ乗り方としても早めに外に出して勢いつけてスピードを生かすそういったような競馬が理想かなっていうところでまあ一番いい頃の飛鳥ノロマンはテイ・ム迅速が今回やったみたいな競馬をして強気の競馬をしてればよかったんですけれどもまあその g 1のチャンスの時大いでコパノリッキーに負けた時なんかは。 仕掛け遅れで外からコパノリッキに一気に来られて武、まあ、豊騎手の攻撃量もあったんですけれども、まあ、それで外からプレッシャーかけられて潰されてっていうあれ以降そういった中で、まあ、こういう気難しくなってる馬を動かせるトップジョッキーを乗せて調教の時からもコンタクトを取らせれば多少上昇する可能性はあるんですけれども。 アスカのロマンいい棋士を乗せるっていうことそういったような意思が陣営にはないようなのでこうやって g 1を取れたであろう馬が潰れていくっていう過程を見るっていうことになりますね。タガノディグオタガノディグオは体調が悪いだとかそういったようなことではないんじゃないかなっていう感じですね、まあ、ちょっと馬の形がですね。 もっとゆったりと歩けるような距離が持つような歩き方をしてほしいなっていうところで、まあ、馬の作り方がまだフィットしてないんじゃないかなっていう感じですね今の馬体歩き方の感じだと1004とか短めの距離が合うかなっていうところで1008以上とかその辺で足が止まるっていうようなそういったようなイメージがなかなか湧かない素足の良かった頃ですねこの高野ディグ号が条件戦でいい足を使ってた頃の ああの雰囲気に戻って欲しいなっててしいいなうところはあります、ねまあでもたた、まあ、いて作り方によっては変わってくるでしょうし馬っぷりなんか見ても劣らないですねやっぱり重症でもやれる馬ですしまあ低エム迅速とかと比べるとさすがに劣るんですけれどもこの馬は最初追い込み馬というところでいいところが出てくる可能性があるんであとは急射力だとかそういったところですね。リーゼントロック リーゼントロックはですねまあさすがに一番いい頃の躍動感はないんですけれどもまあでも悪くない仕上がりですし、まあ、ただまああんまりその器用さもないので、まあ、これだけ強い馬たちがいるテーム迅速みたいなスピード馬がいると競馬的になかなか難しいところはありますよね、まあ、なのでもうちょいメンバーが落ちた方が競馬しやすいかなっていうところですねまあ重賞 G3 でもテーム迅速みたいなああいう 強いスピードバーがいるとも限らないのでなのでメンバー次第では G3 でもやれる可能性はありますしまあそうですねこのまま不器用だったり追わせるところがあるんで乗せる騎手ですねあとは追えるような騎手を乗せて体調さえ良ければもっといいところが出る馬だと思いますね。モモンドクラッセモンドドククララはまあ2番手かららっったんんんですがまあ本来ならば花を切ってどんどん スピードでっていうようなそういったスピードで後続に足を使わすような競馬が合うかなっていうところなんですが、まあ、体調的にも一番いい頃のメリハリの効いた覇気がないですしまあちょっと年齢的にもどうなのかなっていう感じなんですがまあでも今の状態の良くなさが年齢ではなかったらまた戻る可能性はありますんで、まあ、小回りの 1700m だとかその辺でスピードを生かせるような馬に、まあ、戻ってくれればなっていうところですね。 シャイニービームは、まあ、馬の雰囲気ですねそれ自体は大きくは劣らないんですけれども力強さを欠いているようなところがあってまだ上がり目があるかなっていうようなところはありますね、まあ、同じぐらいのクラスということで考えるとたがのベリテこの辺なんかはしっかりとこの馬なりに仕上がっていてハマればっていう雰囲気はあったんですがシャイニービームに関してはちょっと力強さを欠いて まあこのメンバーで厳しい競馬になったらどうかなっていうようなそういったような雰囲気はありましたなのでもうちょっと力強さがついてこの間なりに上昇してくれればっていう感じですねルールソバールルールソバールはパドックで馬体なんか見てても見劣らないですし目立つぐらいでまあ50何倍つくような馬ではなかったっていうことですね全然フロックでも何でもないですしもともと能力があった馬なんでっていう感じですね それで低無迅速をマークしてたかどうかは分からないんですが三幸騎手が早めに仕掛けてまあ道中のペースなんかもワンペース気味に流れたということでこの馬にフィットしたっていうところもありますねスピードと能力がある馬なんでああいうふうに強気の競馬をした方がいいところはありますねですがまあどういった展開でも安定して動かすということに関してはやっぱりトップジョッキーじゃないと安定して動かせないでしょうしとにかくこの馬は条件戦もなかなか スッとは勝ち上がれなかったっていう理由っていうのは乗り方を間違うと相手なりにしか走れないっていうところがあってまあ良くも悪くも相手なりっていうようなところがあるんでなので、まあ、とにかく安定して動かせる機種あとは乗り方を分かってるような機種ですねそういったような機種がレースに行ってこのマンにとって一番いいレースをできるかっていうところだと思うんですよね。 今回の内容なんか見て重症でこれだけのメンバーであれだけ強い競馬をしたわけだから条件戦、準オープンとかで走れば楽勝だろうっていうふうに思うかもしれないんですがまあもし今回の出来で準オープンに出てたとしても乗り方を間違うとあとは乗せる騎手を間違うと勝てないそういったような可能性がある馬そういうような馬っていうのがいますんでっていうところですね。ローズプリンスタム ローズ・プリンスダムはですね馬の形が悪いわけではないですしまだ良くなる余地はあると思いますねもしかしたら万宣に近いようなところもあるかもしれないなっていうようなそういったような感じなのでもうちょっと体が体全体が成長して大きくなってくれればっていうところなんですがただ変に肉をつけすぎるとこのタイプはマイナスに働く場合がありますんで 肉をつけるっていう、筋肉をつけるっていうことではなくてこのままの形でなるべく能力を上昇させるっていうような作り方ができればっていう感じですね。ある程度足を溜めて瞬発力を生かすっていうような形で作っていけばとは思いますね。ま,あ、まだ現状ででは、はは、クラスとしてはコバ 500万から1000万クラスぐらいの能力かなっていう感じではありますんでメンバーが強かったなっていうところですねレパードスティックサレベルが低くてそれで足が溜まってどハマりしたところもありましたんでっていう感じですねこれからの馬だなっていう感じですキングズガードキングズガードは仕上がり良かったですし今本当に調子がいいんでしょうねピークに近い出来だと思いますまあですがテイム迅速古川騎手が あれだけうまく乗ってもう直線に入ったところですでに勝負付けが済んでいるような競馬でしたんで差し届くような展開ではないですねまああれは古川紀州低無迅速、まあ、能力がある先行馬だとああいうことができるんで、まあ、それで強い先行馬っていうのは有利っていうのもあるんですが、まあ、勝負をつけられてしまったっていう感じで、まあ、なので低無迅速がいなければあとは低無迅速の乗り方を間違って足をためるような乗り方をしてくれてれば。 もっと差し届くようなレース展開にはなってたかなっていうところですね。で、まあ、藤岡雄介騎手もレース後で言ってたんですが、まあ、ベストは1,004なんじゃないかなということで僕も同じですね。まあ、それぐらいの方が切れやすいかなっていう感じで、まあ、どちらかというと右回りの1,004ぐらいがベストかなっていうイメージですね。まあ、でも右回りに1,006っていう条件があればそれもいいとは思うんですけれども。 まあ右回りの16ダートっていうのはないので、まあ、1700m 小回りでも合うかなっていうところはありますね1700でもいいかなとは思うんですが、まあ、なんか1800だとちょっと多少キレが鈍るかなっていうイメージがある馬ですね、まあ、でも足を溜めれば1800でもある程度はやれるんですけれどもっていう感じですねマイネルクロップマイネルクロップはまあいい頃のメリハリの効いた歩き方ができてないですね まあ能力が極端に落ちたわけではないんですがもともとずぶくてっていう不器用なところがある馬ですしまあなかなか厳しくはなってきたかなっていうところですね。ミミミラララクククルルルはは今のととしては仕上がり良かったと思いますねまあですがやっぱり一番いい頃はもっと筋肉が柔らかかったというかもっと躍動感があったかなっていうところでまあそれで使える足に。 限界はあるかなっていうところで、まあ、中段の内の方で足をためて、それで直線スムーズに外に出すっていう理想的な競馬をしたんですが、あれ以上の足は使えないかなっていうような、それが今のタムのミラクルですね。まあ、もうちょっとメンバーが落ちるか、それかもっと他の馬たちがバタバタになるような展開になればっていう感じではありますね。まあディープインパクトサングランで、あんまりダートがいい血統ではないので、まあ、この馬も まあなんとかダートを走ってるからっていう感じでダートが極端に上手いっていうタイプの走りでもないかなっていうところですね。エピカリス。エピカリスはですねまあ説明が難しいんですけれども基本的にはワンターンというかコーナー2つのコースの方が合うかなっていうところでそれがまた左回りだとコーナー4つでもある程度はこなしやすいタイプかなとは思うんですが 右回りだとなかなかコーナー4つっていうのは合わないイメージですね。これはほんと説明が難しいんですけれども、右回りだったらなるべくコーナー2つのそういったようなコースの方が乗りやすいのかなっていうイメージですね。で、あんまりそのコーナーからなし崩しに足を使うようなレース展開は良くないんで、とにかく足を溜めなきゃいけないタイプということで。 まあそういった難しさはあるかなっていう感じで今回みたいにまともに外を回ってそれでテ低ム迅速みたいな強い馬がいてそれについていく気温に立ち回るっていうのはこの右回り4つのコーナー1008っていう距離だとあまりいい条件ではなかったのかなっていう感じですねまこれがまた内立ち沿いで足を溜められるだとかそういったことになるとあとは後方で極端に足を溜めるそういったようなことができてれば だいぶ違ううとは思うんですけれども、まあ、この条件で走るためにはいろいろと乗り方だとかポジション取りだとかいろいろと条件がついてくるかなっていうイメージですね。で多少硬いところもありましたんでまあ叩いて柔軟性が出てくれば上昇は見込めるかなっていうところですし左回りの1 0 0 8八ということに関しては悪くはないと思いますんでなので条件としては良くなって。 G1 に臨めるかなっていうところですねとにかく今回は競馬の質がエピカリスに合わなかったっていうところが大きいですし、まあ、外を回ったりだとかいろいろと、まあ、状態面もありましたしなので確実に次はは上昇していいい条件でで競馬はできるとは思います、まあ、スピードだとかそういったことに関しては通用しますのであとはその他の馬たちもしっかりと走った場合にゴール前へですね 曲線半ば以降の。自力勝負そこでどこまで通用するかっていうような、そういったような競馬になってくると思いますね。まあ、スピードとキレを生かして、一瞬でかわすっていうような競馬が一番ベストかなとは思うんですが、っていう感じですね。テーム迅速テーム迅速については、まあさっきから言っているように本当に素晴らしい。馬で強いといしか言いようがない中で、古川騎手が強気な競馬でいい競馬をしてくれたっていうことですね。 まあ古川機種は過小評価されている機種なんですけれども、まあ、関西でも上位の機種だと、技術的にも上位の機種だと思いますし、三木機種、和田機種に劣るような機種でもないかなっていうような、そういったようなイメージですね。以上です。吉本工業、ABCDE お加減と言いう込みの東のすべろと申します。失礼します。